松島正明は日本の実業家、馬主。株式会社、松島ホールディングス、株式会社キーファーズの代表取締役社長などを務める。松島ホールディングスの創業経営一族である。同志社大学を卒業後、1985年に株式会社京都松田に入社。1998年、代表取締役社長に就任。 人材育成にも力を入れ、2007年度の関西経営品質賞ポテンシャル賞を受賞、2010年度関西経営品質賞、奨励賞を受賞する。馬所資格取得後の2015年、ディープインパクトが父である子馬、グランダルシュを1億6000万円で購入。信仰のある竹豊安城で外旋門賞を勝つことを目標として、馬所活動を行っている。 2016年、竹豊プロデュースによるトータルボディーコンディショニング施設、テイクフィジカルコンディショニングジムをオープンする。2018年、条件場であったジェニアルがフランスの G3 メシドール賞に挑戦し勝利。場所として初の重賞タイトルとなった。2019年、クールモア所有、映画もオブライエン級者所属のアイルランドバブルームを共同所有で購入し、 外旋門賞に出走する同馬の安状に、竹豊を指名した。しかし同馬の体調が整わず回避した。2020年、クールモア所有、映画もオブライエン級者所属で3歳児に、GI レースを2勝していたジャパンを、共同所有で購入した。2021年2月20日、キーファーズとして、YouTube チャンネルを開設。同年、共同所有馬のブルームが、 G2 ムーアズブリッジステークスを勝利。クールモアとの共同所有場として、初の重賞勝利となった。竹豊を背に、本場場入場する、ジェニエル所有場の場所名義は日本では、キーファーズ、海外では、松島自身の個人所有となる。http 松島 hdcojpwpwp コンテントアプローズ2016-08 4225F7223F890BAB8773FE63421PDF ハットメシドール賞、日本のジェニアルが勝利競馬実況ウェブラジオ日経 www.radionikkei.jp2019 年12月5日閲覧ブルーム隊長整わず外戦紋章を取り留めたけとよ 大変残念。www.sponichi.co.jp2019 年12月5日閲覧。外線紋章制覇を目指す場所のキーファーズが YouTube チャンネル解説。スポーツ放置。2021年2月21日閲覧。ありがとうございます。